そうなんだ。いつ出るの？何も分かってない。いつ出るの？髪の毛染めた？染めてない。なんか茶色くね？元からか、元からだけど。明日の何時？の何時か分かる？夜までには出る。あ、なるほどね。じゃあみんな教えてね。抽選受かったか落ちたか、受かったか受かったか教えてください。秘密にしておく。ダメダメ。どんなセットリストになるのかな。どんなって言ったらいいかな。私が大好きな曲を詰め込みました。私が大好きだなとか歌いたいなって思った歌を詰め込んだセットリストになります。頑張ってください。頑張る。あ、なんかちょっと待って、なんかテロップがさ出ない。なんかテロップが出ないんだけど、なんでだ？テロップが設定できない。なんでだろう。もうこんばんは。メンバーもね、もう発表されたということで、本当はね、ハマちゃんも出てくれないかなって思ってたんだけど、ハマちゃんはやっぱ舞台が忙しくてスケジュールがどうしても合わなかったので、そう、めっちゃ残念。一緒に立ちたかった。そう、忙しいからね、出てほしかったな。西日本メンバーで固めた。確かに私がなんかいつもなんか好きな人とか、私がいつもお世話になってる方とかを選ば、僭越ながら僭越ながら選ばせていただいたので、確かに西日本だね。こんばんは。今日は44分になったら教えてください。44分になったら44分だよって教えてください。45分までします。パピーをお迎えに行きます。今日はこの心はエゴ6、7、目4、15のナンセンス。あとね、千秋楽のチーム A の千秋楽でたくさんねプレゼントをいただいて、お手紙もね読ませていただきました。ありがとう、書いてくれた人嬉しかった。もうねママと二人でねママと二人でね読んでてね、もうね二人で泣いちゃってさそう、二人で嬉しいねって言いながらね、泣きながら読みました嬉しかった。あ、これもねいただいたお洋服です。可愛くない？私が大好きなお店のパーカーをプレゼント、パーカー？スウェット？パーカーをプレゼントしていただいて、めっちゃ可愛いね、ネックレスもあったりとか、嬉しかったです。ありがとうございます。大切にね、お手紙は大切に、もう額縁に入れて全部飾りたいぐらいこんばんは、こんばんは。そう、ありがとうございます。まだね書いたことないよって方はね、ぜひぜひぜひ、いつまで、いつまでだっけ、なんかね書いてあったんだよな、サイトに。3月のちょっと何日か忘れたんだけどまではね、受け付けておりますので、卒業前にお手紙。3月31までだった、みんな。お、3月31までいいの？そうなんだ。3月31までね受け付けておりますので、お待ちしております。お手紙嬉しいからね。真っ青な空を見上げて誰かのことを思った経験ある？真っ青な空を見上げて誰かのこと思って
か。こんばんは、こんばんは。てかさ、聞いてくれる？マジでさ、部屋の片付け終わんないんだけど。もうね、冷蔵庫とか、新居にね、冷蔵庫とか洗濯機とか電子レンジとか炊飯器とかはもう届いて、もうね、部屋のがお家に行ったらもう全部設置してある状態なんだけど、こっちの広島のお家の片付けがガチで終わんない。服ありすぎて困るんだけど。もうほんと手伝いに来て、みんなお願い。お願い、マジでやばいんだけど。すっごいもんだって服の量が。ちょっと断捨離今頑張ってるんだけど、マジでだから捨てちゃうのもやっぱもったいないじゃないですか。だからもうメルカリ出そうかなと思ったんだけどさ、メルカリ売れないか。メンバーやったら、だって年下のメンバー、服の趣味合うメンバーいるかな、部屋の。どうだろうね。メルカリやったことないからさ、メルカリって難しいのかな、どうなんだろうね。なんかコートとか冬物のコートとかさ、結構まだレザーのやつとかさ、結構まだ私はもう多分着れないけど、全然綺麗なんだよね、お洋服も。捨てちゃうのもったいないけどさ、ねえって感じです。そう、じゃあ劇場に持ってくからみんな勝手に撮る。劇場にさ、あのバーゲンとして持ってくからご自由にお取りくださいって言ってさ、みんな着る、着てくれる私の。どう、みんな着る。あっという間になくなる、本当。最終的にちょっと、いや割と私身長高いから大丈夫だよ、ミニスカとかなら。ミニスカとかならさ大丈夫だよ。だって丈関係ないもん。床の間に飾る、それは。それは下に置くってこと。来てくれないの。こんばんは。コンサート前にお祭りやるの。お祭りってこと。来たら捕まる、大丈夫大丈夫。パジャマとかならいける。パジャマとかならいけるいける。床の、あ、床の間って読むんだこれ。あーね、床の間、床の間ってどこだ。床の間かと思った。床の間かと思っちゃった。こんばんは、こんばんは。卒業公演行って自由にお取りくださいだったらみんな急脱線になる。本当？取ってくれる、ちゃんと大丈夫かな。このダメージめっちゃあるんだよね、部屋のコートとかレザーとかさ。これでも絶対着ないなみたいなやつはあるんだけどさ、服の趣味があったらね。見て、くしゃみ出そう。今日耳鼻科行ってきた、花粉症してます。へっはい。オッケー。親戚に女の子いらんの、いないんだよ私。いないのよ。いとことかもね、みんな、はとこもいとこもみんな男の子なんです私。一人女の子いるんだけど、マジでまだ3歳とか。もうちょっと大きいかな、いやでも3歳とかだと思う。めっちゃ可愛い。そうでも3歳の子にさ、3歳の子に春物のコートとかはささすがにあげれないから。あげないっていうか着れないから。そう、親戚は私ね、いないのよ女の子が。
香水メルカリだしな。メルカリやったことないわ。でもサンちゃんには無理かそうそう、3歳の子にさ、このコートいるとかは言えないよね年下のお友達もあんまりいないからな、メンバーぐらいしか。いや、レイちゃんぐらいだもん。だってあとみんな年上だもん、友達。タメか年上か。あとさ、ちょっとみんなに相談があるんだけど、私今ね、私中学校2年生からこのアイドルをしてるんですけど、だからバイトっていう経験がないわけですよ。そう、ないんですね。でさ、今めっちゃ頑張ってバイト探してるんだけど、どういうのがいいのか全然わかんなくて。でしかも面接とかあるじゃないですか、バイトって。どんな格好で行ったらいいとかさ、何を聞かれるかとかさ、全然わかんないのよ本当に。そう、え、どうしたらいいかな。何聞かれる、バイトの面接って。何聞かれると思う。何着ていけばいい。制服、高校のスーツ。過去の職歴、職歴ない。何のバイトするの。まだ決まってないんだけど決まってないんだけどさ、え、大丈夫かな。え、落ちる、落ちたらどう、落ちまくる、落ちまくったらどうしよう。部屋の悲しい。バイトなら私服で OK。 あ、そうなん。バイトは内容にやる。でも飲食店がいいなと思ってて、今接客やってみたいからさ、バイトで。やっぱなんかそのこまごまとしたさ、こまごまとしたやつはちょっと向いてないんですよ私。そのパソコンとかはできないから、まあ、接客で注文取ってくるぐらいしかできないからそう、キッチンも多分私無理なんだよね。そう、今までバイトの経験ありますかって質問。え、なかったらさ、ないですって言ったらさ、本当ないんだけど、ないですって言ったらさ、不利かな。ありますって言った方がいいかなありますって言った方がいいのかな。時給の希望額どれぐらいが普通なの。それって1時間ってことでしょ。まあ1時間でまあ5万円ぐらい5万円ぐらいかな。1時間で5万円ぐらいで簡単なお仕事がいいです前とならやる気がある意思を伝えたら大丈夫。本当？やる気ありますって言ったら受かるかな。本当？大丈夫？メイクはした方がいいかな。あと髪型とかどう思う？服ってった方がいい？家庭教師、家庭教師？でも多分教わる側になっちゃうと思う。こうやってさ、じゃあ次はここの問題やってみよう。で丸するじゃん。でここ、まあ、丸じゃないですよって言って、え、そうなの？あ、そうなんだ、え、どうやってやるのみたいな何が得意ですかって質問。何が得意ですか、え、何って言おう、何って言ったらいいかな。歌とダンスですってさ、じゃあこのバイトには関係ないですねとか言われたら悲しいんだけど。おしゃべりです。じゃあ喋ってないでバイトしたいで喋ってたらどうですかとか言われるかな。そんなひねくれてるかな、みんな大丈夫かなもうめっちゃ不安なんだけど。そういうの、体力あります。あ、体力あります。重たいものは持てません。え、どうしよう。みんながさ、やってきたバイトの中でさ、何が楽しかったとか何が楽だったとかある？参考にしたいんだけど。ちょ、マジ教えて。みんな履歴書に特技欄とか。特技欄？どうしよう。
私の会社の社長に聞いたよかよろしく。すごい東京それ雇ってくれるみんな私のこと。何でも元気よくよく答えれば OK。 あのさ、とりあえずはいって言っとけばさ受かるかな何でもはいはい、あ、はい遊園地のバイトいいね。ディズニーでバイトしたい。楽よりも自分に合った仕事をしよう。難しい。飲食は食べ残しの山を見てちょっと嫌になる。食べ残しか。挨拶は見る。挨拶はできるよ私。おはようございます、お疲れ様です、お疲れ様です、いらっしゃいませ。やっぱさ、コンビニ店員さんとかはさ、やっぱさ、いろんなお客さんが来るわけじゃないですか。そうなるとさ、やっぱさあれだよね、まあクレーム処理とかはさ、この前ショールームでも練習したからいけると思うけど、飲み屋の延長を取ってくるとか。延長って何？飲み屋の延長？何だそれ。 GS は大変だった。 GS って何？ゴールキーパー。デパ地下のお惣菜屋さんとか残りを持って帰れるからおすすめ。いいね。カメラ大変、あれは完璧でしょ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 。いや割とねクレーム処理できるのよ。やってようか画素、あ、画素スタか。へえ、ガソリンスタジオ、ガソリンスタジオだっけ、なんだっけ。楽なんだ、楽しそうだよね。でもこうやって入れるの。ファーストフード店、ファーストフード店、ファーストフード店、日野さん、あの匂いがさあんまり好きじゃなくて気持ち悪くなっちゃいそう。ガソリンスタン、あ、ガスタンドかスタジオって。買いやすいご主人様ってのは、え、なんかさ DM でさ言ってたかな、これ DM でさ、なんかさ、コンカフェで働きませんかみたいなやつ来てさ、でもなんかめっちゃ大変そうだよねそういうのって。いや多分できないと思う、絶対大変だよ。ポスティングが意外と楽しかった。ポスティング？あのポストに入れるやつ。体力使えそうだね。やばい、こんなこと言ってたら全部向いてないってなりそうこんなこと言ってたら全部仕事向いてないってなりそうだわ。どうしよう、やっぱでも接客業が一番かな。なんか接客業かな、どうしようかな。服は、服は適当。パーカーとかはささすがにダメだよね。店決まったら教えて、行った時にチップを出すからバイト時のチップ、チップ機能ないです日本。ノット、ノットチップ。カフェでいいじゃん、カフェ。お芝居得意だからメイド行けるのでは。いらっしゃいませご主人様、何飲まれますか。こんな感じ。ラジオ局近っ。迎えに来ちゃったかな、部屋のこと最終的にメイドする、メイドしたらみんな来てくれる、ちゃんと。でもさ、そっか、メイドしたらさ会えるってことか、みんなに。それはいいかもね、それはいいかもね。メイドしたら、でもさ、普通の普通の居酒屋だったらさ会えないもんね。会えるか、会えないのかな。
どうなんだろう。どうなんだろう。アイドルやってほしい。アイドル？アイドル受ける？受けるか。受かる。受けるかアイドル。コンカフェ、コンカフェだったらね、男装カフェとかやりたいの。男装してさ、お嬢さんとかいうやつ。お嬢さん、いらっしゃいお嬢さん。なんか今男装カフェとか TikTok でよく見るんだよね。みんなかっこいい。やっぱり野田ちゃんに話聞くしか。野田ちゃん最近ね、話、最近っていうか、まあ、ずっと話してるけどさ、似合いそう。本当？男装似合うと思う？もう顔がだってさ、顔がなんかたぬき顔だからさ、男装似合わなそうなんだよね。大学はバイト禁止とかないの？ないです。身長あるしいけそう。まあね、アニメのコスプレってやったことあるの？ないです。コスプレはねマジやったことなくて。そう、渋谷のお店にスペシャルゲストで、スペシャルバイトで呼ばれる日も近いかな。どこそれ。コスプレイヤー、コスプレイヤー、いやコスプレイヤーさんってさ、やっぱ技術がすごいからさ、メイクのとか、あの髪の毛のウィッグのセットとかもすごい技術が高いから、私にはとてもですよ。お店で働いてるコンカフェ渋谷。あ、そうなんだ。あ、そうだね。着ぐる確かに着ぐるみならねいけるわ。飲食店ならまかないを食べれて節約になる。まかない美味しいところがいいな。インスタで稼ぎまくる。インスタって稼げないよ。こぼこぼない。難しいな、バイトたくさんあるね。難しい。ユーチューバーか。北は北海道、南は沖縄まで、日本中全国の皆さん、ピッピッピッ。回転寿司とかはどうなんだろう。へいらっしゃい。へいらっしゃいはさ、ブラックって聞くよね。いや知らんけど、ごめんなさい、ブラックとか言って、すいません。ライバー、ライバーって何ですか。お弁当屋さんでバイトしてた。昼過ぎには終わらせて、出来たてのお弁当も食べれた。昼過ぎか。私さ、学校帰りとかにバイトしたいから、できたら16時以降がいいんだよね。16時から、まあ、でも早く寝たいから16時から22時とか22時とか、そんぐらいでできるバイトがよくて。SNS で配信すると、あ、なるほどね。なるほどなるほど。スキヤとか吉野家とか、あーで、メニューたくさんあって、やばい、こんなこと言ってたらバイト全然できないよ私。どうしましょうね。なんかさ、今ってさ、そのご飯屋さんに行ったとしてもさ、全部タッチパネルとかでさするじゃないですか。そうだからさ、接客業とかもあんまないのかなと思い始めて。
デパコスの接客ね、してみたい、それはしてみたい。早くても21時まで営業してるお店がいい。確かにね、確かに確かに。制服の、そう、制服可愛いところがいい。制服が可愛いところがよくて、ネイルオッケーで、髪の毛どんな髪でもよくてってとこがいい。ファーストフードは完全マニュアル化してるから難しくないと思う。確かにマニュアル通りに動いたらいいんだったらね、良さそう。というの、近くで募集しているところを調べてみる。頑張るね、探すの。もう決まったら言うわ。決まったら決まったって言うね。どんな時だってほらスマイル、パパパラパパラパ、大きな花咲かせよ。うちの会社の土地でお願いします。喜んで。時給はいくらですか？じゃあちょっと面接始めよう今から。うちの会社のお手伝いのうちの会社の会社のお手伝いをさせていただきたいと思っております。奥本ひやろです。18歳です。やる気、元気、君が好き、よろしくお願いします。御社はネイルとか髪の毛はしていても大丈夫でしょうか？さ、採用ありがとうっす。ありがとうっす。採用ありがとうっす。まずは履歴書書いてみよう。いや、履歴書とか書けるかな。いや、そういうの書けるかな、マジで。細かい字書けってことでしょ。こんばんこんばんは。で、今何分？大丈夫？44になったら教えてね、みんな。毎日Gパンで出社してますか？何でもありです。本当ですか？ぜひお願いします。履歴書見たことありますか？ないです。あの応募用紙なら書けるよ。アイドルの応募用紙なら書けますけど、今後ますますのご活躍をお祈りします。それはもう不採用なんよ。知らんけど不採用なんよ。こんばんは。パパパパパラパパ、大きな花咲かせよ。履歴書用の写真も撮らないと。え、マジで？またあれ撮らないといけないの？あれマジ全然漏れないんだよね。マジ何回も撮り直すんだけどさ、あれマジで漏れなくて、うわープリ撮れてーって思いながらあれ撮ってる。いつもこうやって、マジで漏れない。あれ履歴書ネットで計算してみた、見といた方がいい。分かった。漏れなくて今そのまま、いや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 、こうやって前髪めっちゃもう直前までこうやってさ、リップも薄く塗ってさ、こうやってやってんだけどさ、全然漏れないんだよね、マジで。またアイドルじゃないの持ってください。もう一回やっちゃう、もう一回やっちゃうか、アイドル。もう一回アイドルやるか。どうする部屋がさ、しれっとさ、しれっと AKB の5期生、ちょ、間違えた、17期生となってさ、17期生とかになってさ、お願いしますとか言ってたらめっちゃ面白いけどね。もう決まったのかな。履歴書は店長とかくらいしか見ない。あ、そうなの？なんか貼り出されるとかのかと思った。全然来て、今月最終、ガチで、あー間に合わないか。
バイトはねやっぱ難しいね。とりあえず綺麗めな日向坂の新メンバー募集してる。本当？よしよしとか言って、綺麗めな服でメイクは薄めで行って、履歴書のをインターネットで見てって感じ。出すだけ出してみれば OK。 出すだけ出してみるわめっちゃおもろいね。それで落ちたら超おもろいけどな。こんばんは。でもやっぱさ、日向坂さんってさなんか綺麗じゃないですか。私綺麗めではないからさ綺麗めではないからさ、綺麗でなんか清純みたいな、ひまわりみたいなイメージだからさ。大丈夫かな、部屋の、いけるかな。部屋のどちらかっていうとバラだからな、美しくてバラとか言っちゃって、そっち枠もあるしょ、知らん。おいおい、そっち枠てそっち枠て、おい、本当だから明るいキャラがモットーだから向いてると思う。もうめちゃくちゃキャラ変するわ。じゃあめちゃくちゃキャラ変して登場するね、もしよかったら。皆さん、はじめまして。この度、新しくメンバーに加わりました、くもとひなのです。よろしくお願いいたします。以前の私とはまた違うかもしれませんが、もしよろしければ、これからぜひよろしくお願いいたします。こんな感じ。こんな感じでいくわ。新しい芸名、あ、いいね、新しい芸名考えよう。ちょっと考えよう、何がいいかな。日向坂さんだから、もう入る前提やないかいじゃあ、ひまわり、下の名前どうしよう。ひまわり、ひまわり春菜でいくわ。じゃあひまわり春菜あの漢字は一緒。ひまわり春菜です、よろしくお願いしますフ実は未発表の乃木坂5期生に含まれてないよね。あ、やばい、やばい、どうしよう、バレちゃった、どうしようやめて、やめて、そういうこと言ったらね、あのファンの方に怒られちゃうから、バカにするなって言われちゃうから。おい、ダメよそんなこと言ったらファンの方に怒られちゃうからね。すいません、謝っとこう、みんなで、せーの、ごめんなさい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 、みんな気をつけよう。学業が一段落というテーマが合致している。どういうこと？今日暴走族多いな。今日ちょっとバイクの通りが多いですね。接客後髪染められないかも。ガチで？でも髪はもうね、黒でいいと思ってんだよね。これぐらいの色で漏れるし、ハイトーンは漏れない。いらっしゃいませ、どうぞごゆっくり。コール
センターだとド派手な人普通にいた。マジコールセンターいいね。メイド喫茶もあった。ご主人様、お嬢様、お帰りなさいませ。でみんなに言わずにこっそり、もうこっそりコンホカフェで働いとこう。じゃあ何言わないでみんなに言わないで、こっそり、めっちゃこっそり。こんばんは、こんばんは、ただいま、おかえり。もえもえウィーム。バイト先で男性に遊び誘われたらどうする？うん、私その日はちょっと用事があってっていう。ツイッターでおしゃれさんお願いします。嫌です。だってみんな来るじゃん、絶対冷やかしに来るじゃん絶対冷やかし来るじゃん、みんな。え、本当にバイトしてんだ、え、ちゃんとできてるって絶対言うじゃん44、おだってみんな。じゃあ40なんでね、ランキング発表したいと思います。13位マキさん、ありがとうございます。12位ひろゆきさん、ありがとうございます。11位梅子部長さん、ありがとうございます。10位ピンクミオさん、ありがとうございます。10位ピンクミオさん、ありがとうございます。9位本校の春馬さん、ありがとうございます。8位シーツさん、ありがとうございます。7位大ちゃん、ありがとうございます。6位コウジ先輩、ありがとうございます。5位ひなのの母性あふれる膝枕でスヤバブさん、ありがとうございます。4位キラキラボイさん、ありがとうございます。3位熊代さん、ありがとうございます。2位コバさん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ドン、ケンオパチさんです。ありがとうございます。ケンオパチさん、ありがとう、ありがとうございます。それではキャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら、奥もっとって言ってください。おい、フライングじゃない、フライング言ってるよみんなもっともっと、奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました18歳のんのんこと奥本ひはるです。よろしくお願いします。はい、ということでパパのお迎えに行ってきます。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0。